1923年に、スコットランドのグラス号で建造され、アンカードナルドソンライン社で運行された、蒸気タービン式大西洋横断旅客船である。イギリスとカナダの東海岸を結ぶ航路にて、運行されていたが、1939年9月3日に、ナチスドイツの潜水艦 U-30 の魚雷によって、ウェスタンアプローチで沈没した。アセニアは、 第二次世界大戦中にドイツによって撃沈された最初のイギリス戦であった。この事件はドナルドソンライン社での死者としては最大のものであり、民間人の乗客及び乗員117名が死亡した。この撃沈は後に戦争犯罪として断罪された。死者の中には28人のアメリカ人が含まれており、ドイツはアメリカがイギリスとフランスの陣営として、 戦争に参加することを恐れた。戦時中ドイツ当局はアセニアの撃沈を否定し、1946年まで責任を認めなかった。初代のアセニアも1918年にイニッシュトラウール島沖でドイツ潜水艦により撃沈されており、同米艦ではドナルドソンライン社で撃沈された2隻目の船となる。アセニアはグラスゴーにある 5番のフェアフィールドエンジニアリング造船が建造し、1922年1月28日に浸水、1923年4月19日に竣工した。排水量は13,465総トン、8,118トーボトン、水船間町526.3フィート、肩幅66.4フィート、そして肩深さは38.1フィートであった。 同線は20原則ギアを介して二軸のスクリューを駆動する6機の蒸気タービンを備え、速力15ノットを発揮した。旅客店員は特別二等客が516名と三等客が1000名であった。公開装置には1930年までに無線式方向探知機、そして1934年には音響速進機とジャイロコンパスが追加されている。アセニアは アンカーライン社とドナルドソンライン社の合弁会社であるアンカードナルドソンライン社にて運用するために建造された。フェアフィールドは姉妹船としてレティシアを建造し1924年10月に浸水し1925年に竣航させている。アセニアとレティシアはドナルドソンライン社で運航された旅客船では最大であった。これらの船は夏は リバプールとグラスゴー、ケベックとモントリオール、冬はハリファックスを結ぶ大西洋で運行された。1928年、ハリファックスにピア21遠洋定期船ターミナルが建設された後、アセニアはハリファックスへより頻繁に運行されるようになり、入港した回数は100度を超えた。1935年にアンカーライン車は売却され、 ドナルドソン社がその資産のほとんどを購入した。1936年にドナルドソン社はドナルドソンアトランティックライン社として再構成された。船尾を塗装しているアセニア1939年9月1日、アセニアはジェームズ・クック船長のもとリバプール・ベルファストを経てモントリオールに向かった。船には約500人のユダヤ人、難民、 469人のカナダ人、311人の米国市民と72人の英国人、315人の乗組員を含む1,103人が乗船していた。いつ戦争が勃発してもおかしくない状況下にも、かかわらず、アセニアは運航予定を変更せずに9月2日の13時にリバプールを出港し、アイルランド、イニシュトラウール等の北西 370km の 海域を航行中に、フリッツ・ユリウス連プ中意識下のドイツの潜水艦 U-30 に発見された。連プ艦長は後に、アセニアが無投下で、通常の航路から外れて、ジグザグに航行していたため、兵員輸送船、Q シップもしくは武装商船であると判断したと主張した。U-30 は、アセニアを3時間追跡し、最終的に19時40分に、両方の船が、 ロッコール島とトーリー島の間に差し掛かった際、デンプは魚雷2発を発射するよう命じた。一発はアセニアの左舷機関室で爆発し、導線は船尾から沈み始めた。救命ボートに乗った生存者 E 級駆逐艦、HMS エレクトラを含む数隻の艦船がアセニアの遭難信号に応答した。エレクトラの艦長、サミー・エーバス少佐が現場の専任指揮官として、 救助の指揮をとり、F 級駆逐艦、HMSFAM を対潜水商会に派遣した。エレクトラは、他の E 級駆逐艦エスコートやスウェーデンのヨットサザン、クロス、5749総トンのノルウェーの艦貨物船 MS クヌート・ネリソンそして、アメリカの貨物船、シティ・オブ・フリントと共に救助を行い、約981人の乗客と乗組員を救出した。 ニューヨークからムルマンスクへ向かっていたドイツの客船ブレーメンもアセニアの遭難信号を受信していたがイギリスによる打法を避けるためにそれを無視しているシティ・オブ・フリントは223名の生存者をハリファックスのピア21へそしてクヌート・ネルソンは450名をゴールウェイへ運んだアセニアは14時間以上浮かんでいたが翌朝10時40分に ついに船尾から沈没し、乗船者1418名のうち98人の乗客と19人の乗組員が死亡した。魚雷が命中した機関室及び船尾階段吹き抜きで多数の死者が出た。イギリスの乗組員たちは乗客の命を自らの命よりも優先させることで有名であり、そのような事態に備え専門的な訓練を受けていた。それにもかかわらず、 救命ボートの一隻が、クヌート・ネルソンのスクリューに巻き込まれ、約50名が死亡した。救命ボートナンバー 5A は、空のタンカーに横付けし、助言に反して、救命ボートナンバー12の船尾にロープを繋いだ。救命ボートと露出したタンカーのスクリューは、わずか15フィートしか離れていなかった。救命ボートナンバー12は開けられた後、漂流して沈み始めた。この事実は、 クヌート・ネルソンのブリッジに報告された。その後、何らかの理由で、同線のエンジンテレグラフは全速に設定される。救命ボートナンバー 5A の栄光策は、その圧力で切れ、同ボートは回転するスクリューへ引き寄せられたのである。5時頃に、別の事故が発生した。救命ボートナンバー8が、波浪によって、サザンクロスの船体後部の下で転覆し、10名が、 死亡したのである。また、旅客3名が救命ボートからイギリス海軍の駆逐艦に移乗する際、衝突して命を落とした。他の死因はアセニアやその救命ボートからの落水、負傷や投資である。死者54人はカナダ人、28人はアメリカ人であり、この事件がアメリカの戦争参戦へ繋がるのではないかというドイツの懸念につながった。 アセニアの沈没位置、アセニア沈没は英語圏全体で大きく報じられたが、それがーボートの攻撃によるものであるという真実は戦後のニュルンメルク裁判まで明らかにされなかった。多数の新聞は第一面に失われた船の写真とイギリスの対独戦線復刻を報じる見出しを掲載した。例えば1939年9月4日の ハリファックス・ヘラルド氏は表紙に、客船アセニア来撃され沈没すという大見出しと、共に、中断に、特大の赤文字で、帝国海戦と報じている。カナダ人の少女、10歳のマーガレット・ヘイワースは、犠牲者の一人であり、敵の行動によって亡くなった、最初のカナダ人の一人であった。新聞は、この件を広く公表し、魚雷による10歳の犠牲者を、 カナダ人が団結すべき時と報道し、その後の戦争報道の基盤となった。1000人が彼女の遺体を搬送する列車を出迎え、ハミルトン市長、市議会、副総督、アルバート・エドワード・マッシューズ、ミッチェル・ヘプバーン首相やオンタリオ行政府の全員が出席した公の葬儀が行われた。ドイツのレーダー提督が最初にアセニア沈没を知った際、彼は事実確認を行い、 沈没の場所から75マイルより近くに U ボートはいないと言われていた。従って彼はアメリカの臨時大使にドイツ海軍に責任はないと誠意を持って語った。9月27日 U-30 がビルヘルムスハーフェンに帰投した後、レンプはデーニッツ帝督に謝ってアセニアを沈めたと報告した。デーニッツはすぐにレンプをベルリンに送り、 そこで彼は事件をレーダーに説明し、レーダーはヒトラーに報告した。ヒトラーは政治的な理由で事件を秘密にしておくべきだと判断した。連プのミスは理解できると考えたレーダーは彼を軍法会議にかけないこととし、U-30 の公開記録は撃沈を否定する発表に沿って改ざんされた。一ヶ月後、NSDOP の公式新聞であるフェルキッシャー、ベオバ・ハターは、 イギリスにアセニア劇沈を否定する記事を発表し、当時の海軍第一強であったウィンストン・チャーチルは、アセニア沈没の中立的な意見を表明すべきと、非難した。レーダーは、新聞の記事について知らなかったと主張し、もし彼がそれについて知っていたならば、公表を阻止していただろうと述べた。アメリカでは、ギャラップの世論調査にて、 当初60%の回答者が、アセニアは、プロパガンダのために、イギリスに沈められたと考えていたが、その後ドイツに責任があるとしており、ドイツに責任がないと信じていたのはわずか9%だった。一部の反介入派は、自制を求めると同時に、沈没への憲悪感を表明し、ボークカーターはそれを犯罪行為と表現した。ドイツに責任があると完全には信じなかった人もいた。 ハーバート・フーバーは、下手な、ドイツ人でさえ、そのようなことをするとは信じられないほど貧弱な、戦術だと疑念を表明し、ノースカロライナ州上院議員の、ロバート・ライス・レイノルズは、ドイツが、アセニアを沈める動機はないと否定した。せいぜい、そのような行動は、沈没から得られる利益はなく、ドイツに対して、世界、特に、アメリカをさらに煽るだけであると彼は発言した。 彼はイギリスにはアメリカ人を激怒させるという動機があったかもしれないと付け加えた。ニュルンベルク裁判でのレーダー帝督に対する訴訟の最中、1946年1月になって初めてデイニッツ帝督の声明が読まれ、アセニアが U-30 によって魚雷攻撃を受け、それを隠蔽するための工作が行われたことを認めた。アセニアを 武装商船と間違えたと主張した連邦は、事実を隠すための最初の一歩として、潜水艦の公開日誌の一部を削除し、乗組委員には、秘密を厳守するよう命じた。アセニアの沈没後、親数軸、繁栄の一派の間で、陰謀論が流布した。例えば、ボストンのイタリアンニュース紙は、動船が、イギリスの嫌いによって、沈み、アメリカを戦争へ引き込むためドイツの潜水艦に、 罪が着せられたと提唱している。その主張には根拠がない。グラス号で888トンの積み荷が積載され、そのうち472トンはレンガであった。他には、スコットランドの花崗岩で作られたカーリング用ストーン、トロントの学校で使用する教科書、旅行客がヨーロッパで購入した新しい服を詰めた密封された鋼鉄製の箱、 旅客の一人で、イギリスのイラストレーター、ウィニフレッド・ウォーカーが企画していた書籍、シェイクスピアの花のための水彩画が含まれている。アメリカの学者、カーソップ・レイクとシルバ・レイク夫妻は1938年から1940年にかけて発掘した、ウラルトの遺物、野外調査記録や発見物のほとんどが船の沈没で失われた。1939年9月4日、 カーリング用ストーンの製造業者、アンドリュー・ケイシャは、トロントの販売代理店に電報を送り、ケサー・セニアが、スコットランド沖で沈没したと聞き、弊社の工場から出荷されたものの中でも、最高のカーリング用ストーンの積み荷が共に失われた、ことを遺憾に思いますと伝えた。現在のケーズ・オブ・スコットランドで2018年当時、秘書、取締役を務めたジェームズ・ウィリーによれば、 この便の船に証券3通には、ロンドンとオンタリオのカーリングクラブに向けたアルサ、クレーグ島産ブルーホーン加工岩製、カーリング用ストーン48組、トロントのハイパークカーリングクラブ向けの同製品41組、そしてリンゼイカーリングクラブ向けの同等産レッドホーン、加工岩製、ストーン50組が含まれていた。これらアンドリュー傾斜性アルサクレグ島産、高級カーリングストーンは、 ハンドルとケース込みでほぼ6トンもの重量となり、1939年の価格で585.12ポンドもの価値があった。2017年、海洋学者で海洋考古学者のデイビッド・メアンズは、アセニアと思われる残骸を発見した。メアンズは、アイルランド地質調査所が、 海底地図を作成するためにスキャンしたソナー画像を使用してロックルバンクにあるナンパ船の位置を特定した。彼はこれが100%アセニアとは言えないとしながらも専門家の意見ではそれがアセニアである可能性が非常に高いと述べた。アセニアは非武装の旅客船であったため潜水艦を含む全ての軍艦が商船を停止して検疫することは許されていても 船が金製品を積載していない限り、打歩や沈没を禁止するハーグ条約及び1930年のロンドン海軍軍縮会議に違反していた。仮に沈没させたとしても、その場合は優先的に乗客、乗員を安全な場所に輸送することが求められた。ドイツは1930年の条約に署名していないが、 1936年のドイツの大保戦規則ではその制約を踏襲している。U-30 の連符はこれらのことを全く行わず警告なしに攻撃することを選んだ。アテネの乗組員で行方不明になったイギリス人はロンドンのタワーアヒル記念館で追悼された。亡くなったカナダ人乗組員の名簿はノバスコシア州ハリファックス。 ポイントプレザントパークのハリファックス記念館と、この沈没で死亡し、ブリティッシュコロンビア州、ラングフォードにある、女性商船団員の記念碑に名を残す、カナダ人、スチュワーデス、ハンナ・ベアードに捧げられた名盤に残されている。この沈没事件の全貌を語る映画は制作されていないが、ミッチェル冷戦監督、クローデット・コルベール、レイミランド主演の映画、ささやきの木陰には、 客船の来撃に関わるシーンがある。レッドミラーが作詞し、そのバンド、オールド 97S が演奏する歌、ローラースケートスキニーは、アセニアの沈没に触れている。ジョン・ディクスンカーの小説、震えない男で、フェル博士は聴衆に、客船、アセニア、全犠牲者の名簿という見出しを載せた新聞を見せ、物語の終わりを告げる。第二次世界大戦が始まり、 謎の真実が明らかになりそうもないと言いたいのであった。また、セニアの沈没は、戦前のプラハを舞台に、ドイツの侵攻に行って離れ離れとなった、若い恋人二人の夢がいかに破られたか、そして第二次大戦並びにホロコースト中の忍耐、体験とアメリカにおける数十年後の再会を描く、アリソン・リッチマンの小説、ザロスト・ワイフで言及されている。 この事件に関する近年の広範な調査は、カイラーデ・デマッハーが2009年に着し、ハンブルクのマーレ出版社から発行した、本、ドライタ・ゲイム・セプテンバー、ダイレッツ・テフェルト・デ・アーテニア、1939に、著述された。ノーマン・コリンズの小説、ロンドン・ビロングズ・ツーメで、著者は、ヨーロッパで戦争が勃発した際、アセニアの沈没を描写している。その結果として、 ロンドン市民は戦争の始まりを疑わなくなり、今後に向けて互いに励まし合う。同様にパトリック・ハミルトンのハング・オーバースクエアの終わりで、主人公のジョージ・ボーンは新聞各紙がアセニアの沈没ばかりを報じている様子を目にする。この沈没事件はまた映画 U47 コピタールートナントプリン冒頭の一部を構成している。 沈没と救助の生々しい目撃談は戦時中のエースパイロットとしての体験を綴ったジェームズ・アレクサンダー・グッドソンの自伝の第一章に見られる。アセニアの沈没はローリー・クレメンツの小説ネメシスにおいて不可欠な部分となっている。ありがとうございます。